騎兵が戦う背後で風車が燃えて煙が立ち、前景でも銃口から煙が上がります。17世紀オランダの芸術家フィリップス・ワウ・ウェルマンが1655年から60年頃に描いた燃え上がる風車の前の騎兵戦。戦場で多様な姿を示す馬たち。馬は発砲する兵士を乗せながら疾走し、武器を掲げる男性を乗せて前足を上げ、あるいは傷つき地に倒れる馬も見えます。その背後では風車が火の手を上げています。17世紀のオランダではファン・ライスダールも風車がある風景を描き、こちらは人の姿も少なく静かな景色が印象的です。対照的にワウ・ウェルマンは人や馬が躍動する戦闘のシーンを描き、燃え上がる風車とともに動きのあるダイナミックな風景を表しています。